です、うん。はい、えー。アプライの打ち方を解説しますよ。で、これあの音声消して前の画像を撮ってます。えー、うん。左を向くのをまっすぐに戻すとこう。あの右に傾くね。で、この右に傾く右に傾けばこうやって下からクラブが入ってくるから。うん、アプライを打つのこれでいいですね。 であのーまあ、下から打ってくるからアップラインの分も飛びますから、あのー、スピンの量も減るということでねでこれでいいですよ、あのー、この腰ですねこの腰の線が右に傾いた時もっと腰も右に傾けちゃってください、えー、これ平らなラインですけれどもアップラインで打った時は右に傾く、ね、でこれ今左にこうやって無理にやってますね でこういうことをやればアップライ打てなくなりますあの左足上がりのライはねだからあのこういう左足さ下がってないとこういうあの左にあの普通のアドレスっていうのはあのダウンブローだからいです。だからアップライってだあのこんなことしなくていいですねあのこうやってワンピースで触れますけどって言ってるけどえこういう必要もないわけですよ えー、わかりましたでしょうか、えー、こ,これはあのアップラインの打ち方ではありませんこれは平らな水平のとくの打ち方ですどうも失礼しました <laughs>